ゼロポジションでスパイクを打つメリットだったりとか、打つ方法について詳しく話していきたいと思っています。実際のゼロポジションの位置とはどの角度なの？ゼロポジションの状態でできるだけ高い場所で打つにはどうしたらいいか。凌介バレーボール TV。 こんにちは、凌介です。今回なんですけれども、ゼロポジションでスパイクを打つメリットと打ち方について話していきたいと思います。まず初めになんですけれども、いつもコメントいただいている方、本当にありがとうございます。普段僕の動画ではスパイクの打ち方に関する動画は結構上げてるんですけれども、その中でスパイクを打つ時のゼロポジションについて教えてくださいといったコメントがいくつか来ていました。今回はそのゼロポジションに関する質問にお答えするという形で、ゼロポジションでスパイクを打つメリットだったりとか、打つ方法について詳しく話していきたいと思っています。それでは早速ご紹介していくんですけれども、普段スパイクを打ってる方はこの辺ですよね。この辺の位置でボールを捉えてスパイクを打ってると思うんですけれども、実際のゼロポジションの位置とはどの角度なのっていう質問なんですけれども、人間の体の構造上、ゼロポジションの位置というのは頭の後ろで手を組んで、この状態から肘をピンと伸ばした場所がゼロポジションだと言われてます。頭の後ろで手を組んで、この状態、自然と手を組む感じですね。頭の後ろで手を組むんですけれども、この辺には全く力が入っていない状態、ブラーっとしている状態、胸を開いちゃったり丸まったりしてしまうとゼロポジションが分からなくなってしまうんですけれども、自然体の状態ですね。頭の後ろにスッと手を置く感じで腕を組みます。この状態を作って、ここから肘を伸ばした場所ですね。この場所がいわゆるゼロポジションといった場所になります。この時に肘の場所が移動してしまうとゼロポジションが分からなくなってしまうので、この状態から肘を動かさないで腕をピンと伸ばした場所ですね。ここですね。ここがゼロポジションになります。まずはですね、このゼロポジションの位置が分かったと思うんですけれども、次はゼロポジションのメリットについて話していきます。今回はゼロポジションで打つメリット2つご紹介していきます。まず1つ目のメリットなんですけれども、肩の負担を軽減させるということです。肩の怪我だったりとか故障を軽減させるということですね。肩の作りを詳しく見てみると、筋肉にはアウターマッスルとインナーマッスルというものがあるんですよね。いわゆる筋肉の外の筋肉と中の筋肉があるということです。それで肩のインナーマッスルですね、中の筋肉を見てみると、このゼロポジションよりも上がっている状態になってしまうと、外側のインナーマッスルがぐーっと伸びているような状態になって、肩付近のインナーマッスルがぐーっと縮んでいる状態になっているんです。この状態ですと安定して肩関節を支えているという状態にはなっていません。逆に腕の位置が落ちてしまうと、肩付近のインナーマッスルが伸びている状態、そしてこの辺りのインナーマッスルが縮んでいる状態になっているんですね。この状態も肩関節が安定した状態とは言いづらいんですね。ですので、このゼロポジションの状態ですね、この状態を作ってあげると、肩を支えている筋肉が均等に引っ張られている状態になってるんです。この状態が肩の関節的にも安定した状態ですので、無理な力がかかっていません。ですので、この状態でスパイクを打つことが肩の故障、肩の怪我にもつながりにくいということにつながってくるんですね。そして2つ目のメリットなんですけれども、アウターマッスルのねじれを解いてパワーが発揮されやすい状態になるということです。これはどういうことかというと、そもそも先ほどご紹介したように、筋肉の中の筋肉と外側の筋肉があるということをお話ししたんですけれども、今回は外の筋肉ですね、アウターマッスルというんですけれども、このアウターマッスルが本来このように立っている状態ですとねじれてるんですよね。アウターマッスルはこの状態から腕を上げてゼロポジションに持ってくると、そのねじれが
溶けるんですね。このねじれが溶けた状態でスパイクを打つと力が発揮されやすくて力強いスパイクが打てるというわけです。実際にね、物を使って説明します。今回こういった布を使って説明させていただきます。この布が肩につながっているアウターマッスルだとします。外側の筋肉ですね。このゼロポジションに腕を上げた状態ですとねじれが溶けてる状態、この状態から普段の姿勢ですね、手を下ろした状態にするとどうなるかというと、このように筋肉がここでねじれるんですね。このように立ってる状態ですね、腕をスッと下ろすと先ほどまで筋肉のねじれが溶けていたんですけれども、腕を下げることによって筋肉がこのようにねじれて通常の手を下ろしている状態に戻るんですね。これが人間の体の構造上なってるんですね。このねじれてる状態をこうやって開いてあげて解くためにはゼロポジションですね、ゼロポジションに持っていくとこのねじれが解けて開いて力が発揮されやすい状態になるということなんです。今ご紹介したように腕を下ろすと筋肉がねじれる、そして腕を上げるゼロポジションに持っていくとこのねじれが溶けて筋肉が開いた状態になるということを今この布を使ってお伝えさせていただいたんですけれども、ぜひですねこのアウターマッスルの動きをですね少し豆知識として入れていただけると嬉しいです。ゼロポジションでスパイクを打つメリット2つご紹介したんですけれども、まとめると1つ目が肩の負担の軽減ですね。腕が下がっている状態だったりとか上がりすぎている状態はどこかしらのインナーマッスルに負担がかかっているので、この状態でスパイクを打ち続けてしまうと肩の故障だったり怪我につながってしまうということです。そして2つ目のメリットがアウターマッスルのねじれを解いてパワーが発揮されやすい状態になるということでした。ぜひですねこの2つのメリットを意識しながらゼロポジションでスパイクを打っていただけると怪我の予防、そしてパワーが発揮されやすいスパイクの打ち方につながってきますので、ぜひやってみてほしいなと思います。そして次なんですけれども、ゼロポジションでスパイクを打つ打ち方ですね、ご紹介していきます。先ほどですね頭の後ろで手を組んだ状態から腕をスッと伸ばした状態がゼロポジションということをご紹介したんですけれども、実際にですねこの動画を見ながらやっていただいた方は分かると思うんですけれども、少しですね打点が低い状態にあると思います。本来ですとグッと手を伸ばしたところが一番高いポジションだと思うんですけれども、少しですね打点が低い状態になっていると思います。この状態ですと高さがですね若干変わってきますよね。スパイクなんかは特に高いところで打ちたいんですけれども、この高さの誤差が生まれてしまうとブロックに引っかかりやすくなってきますよね。ですのでゼロポジションの状態でできるだけ高い場所で打つにはどうしたらいいかということについて話していきます。それではご紹介していきます。ゼロポジションでスパイクを打つ方法なんですけれども、左肩を若干下げて右肩が真上に伸びるような状態を作って打つということです。先ほどご紹介したようにこのような状態からゼロポジションを作ると若干ですね腕をマックスに伸ばした時よりは高さがですね変わってしまうんですね。若干落ちてしまいます。この状態をなくすためにゼロポジションの状態からぐーっと体を左方向に若干斜めにして若干落として上げることによって右肩がぐーっと上がってくるんですね。このまっすぐ軸ができた状態からぐーっと体を左方向に倒してあげると右肩が上に上がってきます。この状態でスパイクを打つんですね。こうすることによって先ほども言ったようにパワーが入りやすい状態で、なおかつ高い打点でスパイクを打つことができます。ゼロポジションを作った状態からグッと少し左方向に体を倒してあげると打点が上まで来ますよね。この状態でスパイクを打ってあげると高い打点、
そして力強いスパイクが打てるわけです。そして先ほどのメリットでご紹介したように肩の怪我がなりにくいスパイクの打ち方になってきますので、ぜひこの打ち方でやってみてください。ですがここで一つ注意があります。今ですねゼロポジションで打つために左肩を若干下げるということをお伝えしたんですけれども、スパイクがしっかりと打てているほとんどの選手というのが左肩が若干下がって右肩が上がってゼロポジションでスパイクが打てているような状態になっているんですね。ほとんどの選手がゼロポジションでしっかりと打てています。ですので極端に左肩を下げて打つように意識してしまうと極端に下がってしまったりという可能性も出てきてしまうので、ほとんどの選手というのは自分のゼロポジションのスイングの確認だったりとか自分のフォームの確認のために鏡を見てスイングの確認をしたりとか実際にスパイクを打つということをやってみてください。今ご紹介したようにあまり意識しすぎてしまうと体が下がりすぎてしまってバランスの悪いスパイクにつながってしまうので、体の自然体な状態でスパイクを打つということをおすすめします。逆に今ご紹介したゼロポジションでのスパイクの打ち方を強く意識した方がいいなという選手は腕が横から出るようなスイングをしていたりとか左肩が下がりすぎて打ってしまう選手だったりとか、こういった選手は一度ゼロポジションの場所を確認しながらフォームの確認をしていただけると力が入りやすいポジションで打てたりとか自然体の状態でスパイクが打てることにつながってきますので、ぜひ自分のフォームを確認しながら鏡を見てでもいいですし、チームメイトにフォームを見てもらいながらでもいいのでやってみてほしいなと思います。はい、ということで今回はゼロポジションでスパイクを打つメリット、そして打ち方について詳しく話してきました。ぜひ実際の練習に落とし込んでやってみてください。この動画を見るだけでは何も変わっていません。知識を入れただけで実際のプレーには活かせていませんので、実際の練習でやってみて自分の体にしっかりと身につけてそれを実際の試合とかに生かしていただけるととても嬉しいです。はい、ということで最後に僕のチャンネルの紹介ですね。僕のチャンネルではバレーボールの上達法を中心にバレーボールの練習方法だったりとかコツを詳しくご紹介しています。ぜひですねチャンネル登録と評価していただけるととても嬉しいです。ということで最後まで見てくださってありがとうございました。